来ちゃダメ？定時定時ってやれたんだけど、いつもの時間じゃないのよ。どうも。まあ別に特に話したいこともないんですけど、なんかなんとなく来たって感じ。あと 10分しかないのね。いいに決まってる。ああ、歓迎されてた、よかった。今日自分でね、まあ髪巻いたんだけど、ちょっと今日上手だなっていう、ただそれだけのね。くるんくるん、滑り込みセーフ。ホリエンレス当たって、もしかして今日が当落みたいな、そんな日だったのかな。おめおめ。だからさ、11月大変なんだよね。コンサートとかなんかいろいろあったり、もうやりつつのホリエンレスの準備も、そう、同時進行でやっていかないと間に合わないから大変だよ。頑張っちゃうぜ。うわ、申し込むの忘れました。なんということでしょうか。残念。現役だともう、そしたらミョンさんと私だけとかになっちゃうのかな。どうなんだろう。やばば。お猿。ね、そうね、会える機会が増えましたね。なんとかの美容師さんみたい。星、何がダメになっちゃったんだろう。やっとさ、ファンクラブの方の話になっちゃうんだけどさ、お手紙届き始めたみたいだね。よかった。お返事書く企画のやつ、月末に発送されるとは聞いてたんだけど、やっと届きました。最近の人もいれば、9月に書いてて、それがやっと届いたっていう人もいるから、その間にさ、お話し会も挟んでるから、なんか自分から当たったんだよっていうのもあれかなと思って、ちょっと秘密にしたまま当たった人には話してたんだけど、当たってるんだけどなと思って、なかなか話してて、当たったんだよって言われないから、あんま届いてないんだと思って、ちょっと寂しかったんだけど、やっと昨日今日なのかな、見た感じだと届いたっぽくて。あ、でもまたハロウィンの時にマネージャーさんに会うから、その時にまた間に合うようにもうちょっと書き足して送りたいと思ってる。待っててね、みんな。ちゃんと書いて送ってくれた人みんなにと、あの、返信したいなと思ってるから、ちょっと待っててね。お待ちください。あれでしょ、マジムリのやつも届いたんでしょ今日。わかんない、この 2,3 日なのかな、届いたみたいなこと見たんだけど、やっと届いたんだね。私もポリゴン様にくださいって言ってる。写真が欲しいんだよね。ああ、そうなの、今日届いたんだ。ほうほう。え、写真どんぐらいの大きさだった？こんぐらい？あ、でもこんぐらいっていうの分かんないか。あれは何サイズってんだろう。どれぐらいかな。あのメイク本当にちょっとあれなんだよね、変なメイク。
な、私も欲しいな、もらえるかな。約束でもらおうとしてるよ払えってね。珍しい、嘘、ヒルナンデス見てから押してますって言ってもらえたんだけど、本当？嬉しい。なかなか聞かないよその意見は。嬉しいです、その約束あり、もらえると信じている確かにね、夏は結構ね、いろんなところに出させてもらった、楽しかったです。今日分かってしまってると見せかけつつの、実は空いてた、ちょっとだけ空いてる、ちょうど頭が重なってて。そう、また来週クロちゃんのお部屋に、クロちゃんのお部屋じゃないや、クロちゃんのボートレースのお教室にまたお邪魔させていただきます。私固定なんですねあれ次はサホさんと一緒に出させてもらえるみたい。またベリー姫出させていただきやす、お邪魔しやす。そういえばクロちゃんにキーホルダーもらったな、クロちゃんの、なんかこんぐらいの、何につけるんだろうあれ。来週の金曜日、ミッドナ、あーどうだろう、ミッドナイトがあるかどうかわかんない、やるのかな、または買うの。私たちはアベマポイントみたいなのをかけて、それでポイントが高い方が次のまたワンクール出られるよみたいな対決をしてるの。だから私たちは実際にはお金、お金って言っちゃっていいのかないいのかなみたいなものは やっては戦ってないんだけど、番組出演権をかけて私たちはね戦ってる。どうだったかな、抜かされちゃったかな、やばいかな。今いい感じにね競り合ってこう戦ってる感じなんだよね。なんなんもう、一言くらいさ、一言くらいもうちょっとで終わりだよとか言ってくれてもいいじゃんいきなりすぎるんですけど、いきなりなんか寝ろと言われました。なんか一言言ってよ、冷たい冷たいんですけどいや、おやすみなさいなんだけど。